どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、永年マイルの貯める上でのおすすめのポイントサイトってどれということで、実際にね、私が利用しているポイントサイト、私が最もおすすめしているポイントサイトを紹介しますということでやっていきたいと思います。永年マイルをね、貯める上で、ポイントサイトの運用っていうのは必ず必要になってきますので、その上でポイントサイトもね、私が約3年、丸2年以上ね、利用しているんですけれども、実際に利用しているから、おすすめできるというポイントサイトを紹介していきたいと思います。で、私はですね、リクマイラー2年生、正確には3年目なんですけれども、1年目は活動いたしませんでした。で、今現時点で、14万6千マイル保有しています。昨日ね、7000マイルほど増えたんで、今15万マイル、ファーストクラスでニューヨーク行けるぐらいのマイルを取得することができました。昨年にね、 SFC 事業で ANA マイルを全て使い果たしたので、このぐらいの数字になっております。で、私はですね、もともとニューヨークに、アメリカのニューヨークが大好きで、ニューヨークに行くにはどうするかっていうことを考えた結果、 ANA マイルを貯め始めて、最終的には YouTuber、ブロガーになったっていうのが私です。で、この動画を見ると ANA マイルを貯め始める上で、どのポイントサイトを利用すればいいのかが分かりますということで、先ほどとちょっと重複しちゃうんですけども、私の利用しているポイントサイト、一押しのポイントサイトの理由、まとめということで今回の動画やっていきたいと思います。で、私が、おすすめしている、ポイントサイトはこちらです。実際に全部利用しています。左上からハピタス、ポイントインカム、チョビリッチ、EC ナビ、ライフメディア、この全部で5つがメインで利用しているポイントサイトとなっております。で、どのポイントサイトでもね、基本的に、安心して利用できるポイントサイトとなっておりますので、おすすめとなっております。次に私の一押しのポイントサイトということで、チョビリッチとハピタスですね。一つずつ説明していきたいと思います。まずハピタスをおすすめする理由、こちらポイントサイト、ハピタス、最近はテレビ CM までやっている、ポイントサイトとなっていまして、一つ目ですね、ポイントはもし、ポイントサイトハピタスを経由して、案件を利用した場合ですね、クレジットカード発行ですか、などですね、利用した場合に、問い合わせの対応の丁寧さ、本当にハピタスは本当に丁寧です。で、本当に利用したのにポイントが実際に付与されなかった、問い合わせをした末ですね、ポイントがもらえる、っていうことが普通なんですけども、本当に利用して、問い合わせをした結果、ポイントがもらえなかったってことは1回もありませんので、丁寧なところが本当におすすめです。で、2つ目にお買い物保証があるので、安心してネットショッピングが利用可能ということで、このハピタスを経由して、購入した場合に、仮にね、その時にポイントがつかなかった場合、このハピタスがお買い物保証という制度があってですね、確実にポイントがもらえるようになっております。ですので、基本的に買い物の場合、ポイントがつかなかったら絶対つきます。これ保証されてるんでね、間違いありません。で、3番目、紹介ポイントのモニター、ポイントがモニター以外は付与対象が全部ということで、ポイントサイトというのは基本的に、会員数を増やすためにですね、人から人に紹介する制度があります。もちろん私も会員なので、私の紹介で今動画を見ているあなたがポイントサイトハピタスに登録すると、私に、紹介ポイントみたいなのが入ります。紹介してくれてありがとうございましたみたいなポイントが入るんですね。私からハピタスに登録してくれよっていう話ではなくて、もしこれから始める方で、ご家族の方ですとか、パートナーの方ですとかと一緒に運用される場合、片方の方が入ってから、その紹介で、
ハピタスに入会することの方がいいです。先ほども言った通り消化ポイントがもらえますので、でハピタスはですね、この書いてある通り、モニター以外の案件は全てが対象ですので、仮にですね、クレジットカードで1万円分のポイントがもらえて、その紹介ポイント、紹介した人数によって、パーセンテージが変わってくるんですけども、まあ、一番最初は 10% だったと思いますので、まあ、1万円もらえますよね。それに、1万円、あなたが紹介した人が入会して、クレジットカードで1万円と、獲得したということになると、あなたには 10% の1000ポイントが無条件でもらえるという仕組みですね。これがどん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 紹介人数が増えればですね、 30%、40% まで上がっていきますので、そこまでいったら先ほどのクレジットカード1枚、発行して、紹介した方が1万ポイントを取得したらですね、あなたに3000ポイント、4000ポイントというふうに入るようになります。でハピタスは1ポイント1円ですので、本当に3000円がもらえたり4000円がもらえたりとか、そういうすごい数のねポイントが一気に入ってきたりしますので、この紹介ポイントがモニター以外で全て付与対象っていうのは本当にハピタスだけなんですね。それ以外のポイントサイトにももちろんこういう紹介ポイントっていうのはすごいあるんですけども、ほとんどが対象外案件だったりとか、もうそもそももらえるポイントがすごい少ないですとかっていうことがあります。ハピタスはダントツで高いので、そういう意味ではね、紹介して、ハピタスを運用するっていうのはすごいポイントバック率が高いということになりますね。で次にですね、チョビリッチです。で私はですね、ハピタスも同様にこのチョビリッチもおすすめしております。おすすめ具合はどっちかというとチョビリッチ、ハピタスよりチョビリッチの方が高いですかね。で、もともとですね、1番から読んでいきますけど、会員ランクによってもらえるポイントが 増量する、こちら右上の図に出ているチョビリッチモニタープラス 15% っていうのがありますよね。こちらはプラチナ会員になって、運用して、チョビリッチモニターってモニター案件、昨日の動画でも紹介させていただきましたけども、モニターを利用した場合、表示されているパーセンテージがありますよね。30% から 50% ぐらいでモニター案件の場合はポイントが返ってくるんですけども、その獲得ポイントに対してさらに 15% もらえるんですね。この 15% もらえる、さらに 15% もらえるっていうのは、このモニター案件自体は、いくつかのポイントサイトであるんですね。ですけども、こういう会員ランクによってさらにポイントボーナスがもらえるみたいなのはチョビリッチしか今のところ私に知る限りないので、そういう意味で、チョビリッチはですね、とてもおすすめになっております。仮に、5000円分のポイントをモニターで取得した場合、無条件でプラス 15% で5750ポイントがもらえるということになります。で、このプラチナ会員になるの大変なのかというと、普通に利用していれば誰でも無理せずなれます。私も特にモニター案件とちょこちょこクレジットカード案件と、その時にポイントアップした案件しか基本的に利用していませんけども、ずっとプラチナ会員を維持しております。でさらにですね、基本的にポイントの案件のポイントが高いんですね。それもおすすめの一つとなっております。で、先ほどもパーピタスで問い合わせのした際に、対応が丁寧というお話もしましたけども、このチョビリッチももちろん対応はちゃんとしておりますので、そういう意味でね、おすすめの理由となっております。まとめです。ポイントサイトは、いくつかあるんですけども、実際に私が利用しているので、紹介しているポイントサイトの対応はとても丁寧です。チョビリッチ、ハピタスに限らず他のポイントサイトでもね、ちゃんと
対応はしてくれるんですけども、やっぱりハピタス、チョビリッチの対応が最も、いいっていうのは私の印象ですかね。で、家族パートナーがずっとポイントサイトを運用するならハピタスで紹介で入会するのがおすすめとなっております。まあ、先ほど紹介した通りですね、せっかくですので、先に、ね、どちらかが入会してそちらの紹介で入会するのがおすすめとなっています。で3、モニター案件はチョビリッチ一択で間違いなし。モニター案件はね、先ほど言った通りプラス 15% 本当に見逃せない数字になってますので、ぜひねモニター案件をやる場合は、チョビリッチで間違いないかなと思います。いかがだったでしょうか。まあ、今回は、おすすめのポイントサイトを紹介させていただきましたけども、やはりねポイントサイトっていうのはあんまり知名度がなくて利用するのがやっぱり抵抗があったりするんですよね。私も最初うさんくさいなってすごい思いましたんで、本当にポイントをもらえるのか、そしてそのポイントは本当に現金とかマイルとか本当に交換できるのかっていうのは最初すごい不思議でもあったし、うさんくさい部分もすごいあったんですね。まあ、私結局そのうさんくさいなと思いながら利用して、結局ちゃんとポイントももらえましたし、まあ、今現在最初のトップの画像で紹介しましたけども15万マイル今持っております。それはもうほとんどがポイントサイトで得たものですのでちゃんともらえます。今回の動画が、役に立った方はいいね、高評価、チャンネル登録ですね、ぜひお願いします。まあ、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。